上魔メガネ越しのあなたの瞳はキラキラ輝いていた。それから1ヶ月朝から晩まで二人きり生きる世界が違う。こんな私にあなたは優しくしてくれた。ごめんね画面から出れないの。私は二次元の女の子。どんなに気持ちが高ぶってもあなたに触れられない。ごめんね本音が口に出せないの。私は二次元の女の子。決められたセリフの通りにしかあなたと会話できない。いいですよ、いつでもいいですよ。